総合造形専攻日本画分野の中村俊夫です。よろしくお願いします。はい、日本画では一番大きいのがね、二原さん神社やお寺さんの天井画を描いているプロジェクトがあって、地域のこの栃木県のこの地域のために我々が何ができるか、日本画として何ができるか、地域に根ざした美術、そういったことを考えてます。それで使う材料もやっぱり手製のもの、自然のものが多いので、自分たちで自分たちが使うにかわを地元の材料で作ったりとか、まあ和紙も私が和紙の原料を作ってるということもあって、厳選した和紙で絵を描く、それでまたそれを使う技術、そんなことも大きな意味で学んでいきます。だから大学来て絵を描くっていうだけじゃなくって、素材の勉強をしたり、栃木県のいろんな職人さんに出会っていろんな体験したり、そのちょっと本物っていうか元っていうか、そういう深いところも学びながら日本画っていう技法を学んでいくところです。はい、1年生はもう本当に初めて、日本画って何っていうところなので、まあ、なかなかね、初めて使う材料なので、だけどやっぱ本物を知ってほしいっていうことで、1年生でね、数回1回か2回しか日本画の授業ないんだけれども、本物志向というか、ここにあるこういう、ね、天然の本当の昔からある岩絵の具っていうものを使ってもらって、今ねこういうこんな絵を描いたりしてます。これは、中世のヨーロッパの黙示録っていうね、聖書、キリスト教の聖書に出てくる、まあ、預言集っていうか、それが非常に面白い図像で、これの模写してます。で、模写することで西洋絵画、中世の西洋絵画を日本の古くからある岩絵の具で模写してみようと。それによって、まあ、日本画の絵の具の使い方とか発色の感じとか、ちょっと宝石みたいな感じもあるので、そういうことを体験してもらって、まあ、一番最初の日本画っていうことで、まあ、全て本物の体験をしてもらっています。2年生は、まあ、2年生でもね、1年生と同じで1回か2回ぐらいしか授業がないんですね。だからここからちょっと日本画を本当に好きになってほしいなっていう思いがすごく強くて、最近始めてるのは、みんなでね河原に行ったりして、流木、落ちているこういう木をね拾ってきて、これに日本画の絵の具でこう絵を描くっていう、これは動物のテーマにしてて、近くにね宇都宮動物園っていう動物園があるから、やっぱりみんなでスケッチに行って、ちょっと流木の形からなんか動物想像して描いてみたりとか、まあ流木だけじゃなくてこういう石、で石拾ってきて、でこの石にちょっと遊びで、ちょっとなんていうのかな、ペーパーウェイトじゃないけれども、遊びの中で使えるような絵を描こうということで、日本画の絵の具をちょっと楽しんでほしいなっていう思いで、こんな授業をしています。3年生はもうまさにさっきも言ったんだけれども、天井画のプロジェクトで3年生が主に携わってきます。で、今天井画のプロジェクトが十何年続いてるかな。で、今年で最後、一応今やってる天井画が最後なんだけど、本当にこういう、天然の絵の具や金箔使って天井画の制作しています。これはね、一生っていうか数百年残るものだから、まあそういうつもりで学生たちは気持ちを入れて描いてます。すごくいい体験、こんな体験をできるなんてね、本当に自分も幸せだなと思うし、自分が学生だったら本当に幸せなことだなって思います。
はい、4年生はね、もう卒業制作っていう大きい、一番大きい4年間の集大成を最後輝いて卒業したい。なので、年間の半分はね、もう卒業制作に没頭します。なので、卒業制作のための、どんな絵描こうかなってことを模索します。で、日本画では、年に1回、スケッチ旅行、みんなでね、3泊4日かな。で、新潟県行ってるんだけど、そういう合宿、みんなでワイワイやってスケッチして、そういうところから画題を選んできたりとか、で最後の自分の制作、4年間の集大成を考えていくっていうのが4年生のカリキュラムです。就職っていうのはすごくね、学生にとっても我々にとっても非常に大切なことなんだけれども、どうしても3年生から専門的に日本画を学んで、日本画って面白いんですよね。紙のことも面白いし、絹っていう素材もあったりとか、板に描くっていうこともあったりとか、金箔や銀箔っていうのもあったりとか、やればやるほど、深い奥深い技法がね、山積みで、で、文政のほとんどの学生、半分以上の学生が実は大学院を目指します。やっぱもうちょっと勉強したいなっていうふうになっちゃう、もう致し方ないんですけど、ほとんどの学生が大学院目指すんですが、まあそれでも目指さないで就職するの中には、今まではそういう天然の素材を使ってきたっていうことが影響があって、文化財の修理の工房に就職したりとか、東京に出てインテリアデザインの仕事に就いてたりとか、本当に多岐にわたって自分のやりたいことを見つけて頑張ってます。今日本って面白い国だっていうことを僕も最近気づきました。で、何が面白いかって、いろんな古い何百年も前のものがこの国には残ってます。で、技法もそうだし、技術もそうだし、何かこう最先端な国の割には古臭いことが地味なんだけど残ってきてて、でもね、それが絶滅、そろそろなくなってくる。で、こんなにいいものなくすわけにいかないなっていうのが僕の思いで、日本画っていう素材も実はそういう絶滅に近いような素材たちによって成り立ってるんですね。なので本当になんか助けてほしい。高校生、若い子たちにこの面白い世界知ってもらって、いや、ちょっと日本まんざらじゃねえじゃねえかと、みんなの力でなんかもう一回いい日本を取り戻すじゃないけれども、なんていうかな、日本の本当の良さっていうのをちょっと見つけて発見してくれたらいいなって思ってます。